今日午後、霧島市の鹿児島空港の近くで住宅火災がありましたが、けが人はいませんでした。またこの火災による航空機の運航に影響はありませんでした。こちらは霧島市の鹿児島空港に設置された午後4時半ごろの KTS 情報カメラの映像です。黒煙が上がっているのが確認できます。警察や消防によりますと、今日午後4時ごろ、霧島市溝部町ふもとで家から火が出ていると近所の人から119番通報がありました。この火事で60代男性が住む2階建ての住宅が焼けて、先ほど午後6時前に鎮火しました。男性は一人暮らしで火が出た当時家にいましたが、避難したため怪我はありませんでした。消防によりますと、現場は鹿児島空港からおよそ800メートルの場所にありますが、航空機の運航に影響はなかったということです。警察と消防が詳しい火事の原因を調べています。